ハロー皆さん、どうも。今回からですね、マリオテニスエース、暇な時にやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まあ、ほんまに暇つぶし程度にね、マリテニはちょっとやるわ。こうマリオテ今のマリオテニスってさ、そのスマブラとかポケモンみたいにその奥深いんかな、そのガチ勢たちにとってはよ。俺さ、ゲームキューブ以来のマリオテニスなんですよ。それ以降もね、なんかゲームボーイアドバンスとか Wii とか Wii U でも発売されてて、で俺 Wii U のねちょっと買おうと思ったんやけど、そのクソゲーっていう評価だったんで買うんやめました。で今作はちょっと買ってみたって感じですね。今さらスイッチ買ったんがね、あのポケモン発売日の時とかだったんで、その2日とか3日前だったんで、今さら買ってみました。でストーリーモードちょっとね、30分ほどやりました。もうストーリーはちょっといいかなっていう。でトーナメントとりあえずやろうか。オンラインは行きません。オンラインはちょっともうガチ勢しかおらんやろ、もう時期的にな。でこのフリーマッチかな、フリーマッチでまたちょっと一回やってこうかなって感じですね。インターネットで、スイッチ1台で、CP 相手に、ルール変更、まずはねこの初期のかな、初期のに設定したんかな俺が。これでやっていきましょう。シングルスで CP も普通で、プレイスタイル、スタンダード、まあなんかいろいろできるってわけですね。ガチ勝負じゃないっていうやつで、プレイ時間、トーナメント、オンラインを2年ですね。どうしようかな、手軽にで、じっくりちょっとやりましょうかね。ちょっとじっくりね、コートはすべてで KO 負け、あり。はい、これでやりましょう。ルール変更、キャラクターセレクトで、キャラクターは僕デイジーが好きなんでデイジーを使いたいと思います。で相手ルイージー、どうしようかな相手、ピーチでええか、女対女でピーチで。いやー本当エロい太ももエロすぎ、2人とも昔からみんな際どいよなこの2人。最初、うわマジか、エナジーなんかいろいろあって分かれへんなーって感じやな。昔もなんかゲームキューブの時もなんか必殺技みたいなのはあったけどな、それよりさらになんかできることがあって、ちょっとおっさんの頭じゃ追いつかんなってくる感じですよ。さあ始まりました。太ももが非常にエッチ、お尻、うわムチムチやなデイジー、やーべえエロすぎるこれ子供に刺激やばくないこれな。ピーチもうこれキノピオ見えとるやろ、やばいやばいやばい、パンチラパンチラ、ムチムチや。さあまあ普通なんでね、すぐに終わりそうやな。デイジーマジケツやばいな、プリプリやん。ほら、まあちょっと手加減するか、普通なんでね相手は。ちょっと手加減してやろう。俺、ピーチのパンチラ見たいけどな。俺よっと、エナジー貯めて、俺よっと、俺よっと。加速とかもね多分普通なんで使わんでいいっすねこれ。このCステ、もう俺 GC 掘り込んでやっとるんやけどね。わーお、手加減してたらこれか。おいおいおい、やってくれるやんけ。選手されましたこれ。でこれブロックせなあかんのやね、ちょっと最初ね、最初なんかルール説明とかちょっと見てきたんよ、チュートリアル。あれブロックせなあかんのやね。スライス、そうシーステか、俺も使えるんだよね。ブーンブブブブブーン、シーステでやるんですよ私はね。これね、これテクニカルショットだっけ、これ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 、加速とはまた違ったやつね。これクソむずくね、タイミング合わせんと。きた、はいきた、これサムネにもできます。こうピーチ狙った方がいいかもな。おい、アウト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 、ラケットをねちょっと握力破壊しに行ったんやけどな。狙い撃ちの時が、狙い撃ちかあれ、これでもいけるんかい。これ見て、恥ずかしい場面、はい華麗に避けられました。これは恥ずかしい、ちょ待って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 、 お前ナメプナメプとか言ってたらお前負けそうやん、ちょガチになりますわ。はい、これで点が取れますから、スキップスキップ、煽っていく。フラッツショット、フラッツショット、はい、普通はこれで大丈夫です。お前ほんま舐めた真似してくれるなピーチちゃんよ。普通に負けるわけにはいかんだろう。
しかもこれガチ勝負じゃちゃうからな。エナジーとかなんかようわからんのありにしてるから。あ、ミスった。くっそ、ミスったわー。今のはワイやな。こう掘り込みやからちょっと操作がいまいちつかめんな。プロコンで説明してくるからな、マリテにチュートリアル。お、掘り込んでやってるからようわからへん、それは。はい、ボタン配置。はい、スライス。なーになに、ボディーショット。ボディーショット。デイジーちゃんのね、豊満なバディに、ボディに。ピーチが、はい、決め込んで、ボールが嬉しそうやな。はい、これ決まった。はい、デュース。いや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 、相手普通やからね、こんなんせんでええねんで。もっと軽く買っちゃいましょ。フラグちゃうよ、これは。いい、はい、これ終わったらちょっとガチ勝負するわ、 CP とね、うん、CP とガチでやる、普通のテニスで。俺そっちが逆にやりたいのよね。一応初プレイっていうのもあって、さっきチュートリアルしたけど、録画とかで初プレイっていうのもあって、うん、こういうなんかエナジーっていう目玉なのちょっとしてるんやけど、はい、システマに合わず。これ加速でええねんな、うん、加速マップ、これ加速ね、うん、シーステ使ったわ。2回 B、 2回押しでもね、こうやっていけますから、うん、より速いショットが打てるんだってな、2回押しで。パンツ見えろ、うん、そろそろパンツ見えていいだろ、ピーチ。はい、ピーチちゃんお仕置きでーす。ピーチにお仕置きが必要や、ここ。ピーチ煽っていく、ヘイ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 。ピーチをめちゃめちゃ煽っていく、チェンジコート。うわ、これほんまエロいだろ、ピーチやべえ。ピーチエロすぎる。デイジーもいいけど、ピーチの生足もたまらんな。オッケー、イエー。そしてピーチを煽っていく。どうよ、ピーチちゃん、アピール。まあ、これスカブってくれるからな、ありがたいよな、普通は。マジでこれ相手になってないっすわ、うん、相手にやってないっすよ。さっきあんな点取られてよう言うわけ。えいえい、あっ、あっ、あっ、はい、どう？これ加速。はい、加速使います。アウト。アウト。アウト、アウト、アウト。あ、パンツ見えそう。くっそが。もっとヒラヒラせんかい。超俺パンツ見えるんが楽しみにしとる。おいえ。はい、ドロップショット。来た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 。はい、ブロック成功。はい、ゲームセット&マッチ。ここで最後ブロックして、はい、これピーチのミスやな。エロいエロい、ダイダルからな。後でダイダルはデイジー、待っとけ。寝とるはデイジーを、全力で寝とる。いや、デイジーええな、やっぱデイジーっすよ。ピーチもいいけどな。ピーチももちろんエロい、うん、デイジーも相当エロい、2人とも超エロい。キャラルールセレクトですね。ここでちょっとガチンコ勝負やな。ギミックいらんな。シングルスで CP はちょっとこれもう最高難易度にしましょう。でプレイスタイルは、シンプルシンプルシンプル、こんなんビギナーとかええわ。でプレイ時間はじっくり今のでね。でコートすべ、コートギミックがない、真剣勝負に向いて、ってか別にこれ全てでやってみる、うん、別にコートギミックなかったことないか、今も。ね。もう、なんやろうね、コートギミックって。なんか出てくるんかな。で、相手はもちろんピーチ。キノピ、あー、キノピコかわいいな。キノピコって言った方がいい。キノピコ、キノピコ。ロゼッタなー。これまたヒラヒラヒラよ。うん、ちょっと今度、ロゼッタで行くか。うん、エロいし。エロいし。声がね、あんま好きじゃないんやけどね、俺ロゼッタ。これね、ピーチデイジーはめちゃくちゃもういいのに。このほんまギミックって何？うん、詳しい人ちょっと教えてくれ。普通のコートやんな。
さあ、これ勝ちに行きますわ。まあ言うてもね、ブランクはあれどマリテに経験者ですからね、舐めてもらっちゃ困るわ。ウィーユーやっときゃよかったな。ウィーユーってほんま10万本とかしか売れんかったらしいからね、マリオテニス。これはもう50万本とか売れたんだよってね。エロいエロいエロい、相当エロいよデイジー。抱いたるからな、後で全力で抱いたるからな。同じこと言いよるわ。エロロゼッタエロいわ。やっべ、ムッチムチやな太もも。この試合集中できんやろ客もな。うん、エロいお尻。この試合集中できる方が逆におかしいわ。これ R で飛びつきやっけね。うん、ガチ勝負の時は。そうで、 C スとかが何も使えんのよね。オッケー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 、わかったわかった、学んだ学んだ。あかん、 R 押してもだ。おら、ドロップショット打ってきやがったこいつ。おら、よし、いける、いける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 。これ2回押した方がええんかな。俺ずっとね、今2回押してんのよこれ。オッケーオッケー、2回、まあ基本2回押した方が良さそうやな。あかん、走らされてる。手塚ゾーンか、手塚ゾーンみたいなことがしたいな。どうやって試合決めんねんこれ。ガチ勝負はねこういうことになりやすいんですよ。ほら、ちょ勝負仕掛けに行くわ。あかん、オッケー、はい、ドロップ。どうする、あっ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 、うわー、ドロップドロップで返されて、どないすんのお前、アホちゃうこれマジ。ドロップドロップで返された。煽ってきてるね。これお前何分何時間かかんねんラリーな。あ、やばい、おらおらおら、しとにかく玉足はよし、はよして走らせる相手を左右に。どうやったら勝負つくんこれ。走らされてるやん俺が。マジかこれ、あっかん。デイジー後で抱いたるからなって言ったけど、うーん、無理かもしれん。デイジーごめん。おらおら、いっか、完全に走らされてる。やばい、いける、くっそ、やばいぞこれ。勝負つかん、じっくりにするんじゃなかったこれ。くっそ長なりそう。おらおら、スライスが鍵となりそうやな。左右に走らすスライスで、しオッケー、もう全力で攻めに行くわ。決めに行く、よし、これ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 、やっぱネットに張り付いた方がええわこれな。全力で決めに行くわ俺。リズムに乗るぜ、リズムに乗るぜ。テニプリするわもう、一人テニプリするわもう俺。お前もう、おらおら、ほれ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 、最高難易度でもね、全然やんこれ、大したことないわ。いけるいけるいける、全然大したことなかった。余裕のよっちゃいかい。何してまんねんマジで。あ、キャンセルできるんよね、 L か L 押したら。うん、ためって、もうため技打つしか脳がないね。超筋肉プレイ、脳筋プレイヤーですから私。
ける、おら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 、見事見事、あっちゃう、デュースや。ふんふん、さそうそりゃおら、やばい、ふん、舐めてもらっちゃ困るね。はい、スライスで、ほい、はい、あ、やばい、ロブでーす、ここに来て、ロブでーす、ロブロブロブル、来た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 、いや来た、ずるい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 、ずるこいやっちゃな、うん、ロブって来よったわ、この腹黒女め、ロゼッタめ、これもしねロゼッタが勝ったらロゼッタ抱くわ、デイジー抱けんけど ロゼッタは抱けるっていうね、最高、おらおら、抱く女が違うだけやわ、やばい、ああやばいやばいやばい、ファーファファのファーファファファのファー、ふう、もう完全に手のひらで私ね踊らされてますね、うん、相手のねエロい、ほんまエロい体しやがってロゼッタ、もしロゼッタ勝って、おっと、ちょロゼッタさん、ちょ2戦目は負けてくれ、2戦目はね手抜くっていう梅原みたいな感じで、オッケー、スライスでちょっと、おらおら、ドロップショット、これドロップいいんじゃん、はいドロップ、ほんで俺が前に行って、はい、ふう、この戦、これええな、この戦法ええわ、やーぷん、トゲラッチョー、トゲラッチョー、これアピールする意味ないんちゃうかな、エナジーなんもないし、えぐいえぐい、曲がりすぎ、呼んでます、はいはい、前に出るよ、お前とのラリー楽しかったぜ、終わりだ、ファー、ララ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 ラ、やめやめ、アピールいらんて、えいえい、飛びつけ、アウト、アウト、どないしますな、うん、どないしますな、どないしますな、勝てる気せえへん、マッチポイント、え、マジか、やべ、どうしよう、どうしよう、やばいやばいやばい、こんなとこ背水の陣、背水の逆転劇見せたろわ、お前野球は9回2アウトからと同じじゃボケ、おらおら、もうここは前に出んわ、うん、慎重に慎重に、おらおらおら、クソが、おら、とにかく左右に走らせろ、そうすればチャンスはいずれ訪れる、来た来た来た、これチャンス、なんかこれチャンスっぽいぞ、あ、やばい、いける、アウト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 、八百長やわ、うん、絶対これ八百長、アウトアウトアウト、もう完全アウトですわ、うん、八百長八百長、まあええわ、この後ね全力でロゼッタ抱いてきますわ、みんなお疲れ、ふっ、こんな女抱けるんやろ、お前最高やろ、足がエロいわ、はあ、無謀な挑戦でした、続けて遊びませんよ、メインメニューに戻る、ほんならまたな、皆さんね、また暇な時やっていきたいと思いますので、その時ね見ていただけると嬉しいです、じゃあ皆さんまたね、バイバイ、これホーム画面に、ここにもタイトル画面に戻ってやめるか、じゃあ皆さんまたね、バイバイ。